始まった理由とは？ぐず、わん。え？マリサが泣いているわ、どうしたの？お腹でも痛いの？霊夢、なくなっちゃったんだ。なくなったって、何が？お年玉だよ。お正月はあんなにお財布が潤っていたのに、ご飯とかに使っていたら、もうすっからかんなんだぜ。わーん、悲しいよ。そりゃ、お金を使えばなくなるわよ。あと、マリサはご飯にお金を使いすぎなのよ。だってコンビニの新商品が、私を呼んでいたから、素直に従っただけなんだぜ。明日から塩を舐めて、生きていくしかない。あらら、一気に貧乏になってしまったわね。あ、貧乏といえばマリサ、世界にも前は裕福だったのに、今は貧乏になってしまったところがあるのよ。え？私と一緒じゃないか。しかも国単位で貧乏になっちゃったのか。一体何が起こったんだ？じゃあ今日はかつて裕福だったのに、貧乏になってしまった国を、ランキング形式で発表していくわね。面白そうだな。よろしく頼むんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。第10位、モンゴル。さあ、発表していくわよ。まず第10位は、デケデケデケデン。モンゴルよ。モンゴルって、草原が広がっている国だっけ？東アジアの北部にあって、中国とロシアに挟まれている国ね。マリサの言う通り、草原が広がっていて、国連加盟国の中で人口密度が一番低い国なのよ。へえ、自然が多い国なんだな。モンゴルは昔、モンゴル帝国として栄えたの。モンゴル帝国の創始者、チンギスハンをはじめに、その兄弟子供たちが、モンゴル高原から、領土を大きく拡大し、西は東ヨーロッパ、アナトリア、シリア、南はアフガニスタン、チベット、ミャンマー、東は中国、朝鮮半島まで、ユーラシア大陸を横断する形で帝国を作り上げたのよ。うお？地図を見ると、ほとんどモンゴル帝国じゃないか。この時代最強だったんだな。最盛期の領土面積は約2400万平方キロメートル、地球上の陸地の約 17% に値するわ。その領土の範囲は、人類史上において、大英帝国に次ぐ2番目の大きさだったのよ。ひえー、目が回りそうな大きさなんだぜ。人口も約1億人も超えていたわね。やっぱり最強だったんだな。でもそれは永遠に続かないわ。第5代皇帝クビライハンが亡くなった後、巨大な帝国を治めるだけの器を持った人が、現れず、内戦が勃発し、軍事力が弱まったわ。さらに、同じ時期に、黄河の氾濫によって、塩の生産地を失った農民が、反乱を起こし、そのまま反乱軍になってしまったのよ。おう、タイミングがべらぼうに悪いんだぜ。帝国にはそれを抑えるだけの、軍事力はなくなっていたから、1388年にモンゴル帝国は滅亡してしまったのよ。そうだったのか。でもさ、霊夢。それってだいぶ昔の話だろ。裕福だったっていうには今とはあまりにもかけ離れているような。あら、いい着眼点ね。じゃあ、もっと最近の話をするわ。21世紀に入ってから、モンゴルの経済は急成長しているのよ。え？そうだったのか。あんまりモンゴルに経済のイメージがないんだぜ。実は結構発展しているのよ。2011年には約 17% の経済成長が見られ、世界で最も成長している国と言われたわ。世界で最もだと？一体何がモンゴルを盛り上げているんだ？まさか、裏で危ない取引でも。そんなんじゃないわよ、至極真っ当よ。モンゴルの経済を盛り上げたのは、鉱物資源の採掘と輸出よ。モンゴルにはたくさんの鉱物があって、銅鉱石、金鉱石、石炭を中心に、他にもタングステン、ウラニウム、レアアースといったものも取り扱っているわ。うお？鉱物がザクザク出てくるんだな。鉱物のおかげで、2000年に鉱業は国の経済状況を表す GDP で 10% を占め、2021年には約 25% と大幅に増加したわ。また、2016から2021年の間で、モンゴルの輸出総額の 70% が鉱業になったのよ。鉱業は人口の 3.6% を雇用していて、鉱山労働者や鉱物を運ぶトラック運転手は、平均収入の2、3倍の収入を得ることができているわ。鉱業のおかげでがっぽりだな。話を聞く限り、全然貧乏じゃないじゃないか。これがそうでもないのよね。モンゴルで鉱業が主な産業になって以来、好景気と不景気のサイクルを繰り返しているのよ。ん？どういうことなんだ？モンゴルは2015年まで、経済を急成長させてきたけど、2016年に中国の、経済成長の伸び悩みを受けて、鉱業の成績がガクンと落ちたわ。業績だけじゃなくて、モンゴルの通貨プグルグも2013から2017年にかけて、価値が約 80% も下落したわ。その結果、国の借金の国債も増えて、財政危機まで陥ったのよ。そんなに危なかったのか。2020年時点で、石炭や銅の 95% 以上は中国へと輸出されているの。だから、今もモンゴルの経済は、中国の経済に左右されやすいから、安定した状況とは言えないわよね。
確かに一つの国に依存するのは、あんまりよろしくない気がするな。あと、この工業による経済改革の恩恵を受けているのはほんの一部で、経済改革に乗り遅れた遊牧民たちは、厳しい貧困に悩まされているわ。そうだったのか。てっきり、みんな工業を営んでいると思っていたんだぜ。貧困に悩まされたその結果、親から見放され、ホームレスとなった子供たちが、モンゴルの厳しい寒さから、逃れるために、マンホールの中で生活をする、マンホールチルドレンがたくさん生まれてしまったのよ。マンホールだって？汚くないのか？中はとても不衛生よ。でも生きていくために、住むしかなかったの。今はだいぶ改善されているけど、まだまだ、解決したとは言えない状況ね。みんな平等に生活していけるといいな。第9位、ギリシャ。次は第9位の発表よ。デケデケデケデン。第9位は、ギリシャよ。ギリシャって、ギリシャヨーグルトが生まれたところだよな。濃厚な味が、私大好きなんだぜ。私も好きよ。あれ美味しいわよね。ギリシャはヨーロッパの南東端にあって、アジアとアフリカの交差点に位置しているわ。本土の東にはエーゲ海、西にはイオニア海、南には地中海と、海に囲まれているわね。ギリシャの経済の発展は、なんといってもギリシャの奇跡ね。ギリシャの奇跡だと。サッカーで何かあったのか。それはマイアミの奇跡じゃないかしら。いろいろごちゃごちゃになっているわよ。ギリシャの奇跡は、1950から1973年にかけて、経済社会的成長率が大きく伸びたことよ。その成長率は年平均で 7%。これは同時期、世界でも日本に次ぐ第2位の成長率だったわ。おお？世界2位はすごいんだぜ。というか、それを抑えて日本が1位だなんて。それもすごいな。ギリシャで何が起こったんだ？その当時ギリシャでは、外国資本の呼び込み、化学産業の著しい発展、観光業の発展など、ありとあらゆる業種が発展したためよ。ありとあらゆるだと。じゃあ無双モードだったのか。そうね。最強だったわ。でも、それも長くは続かなかったの。1980年に経済が停滞し始め、ここから、ギリシャ危機が始まるのよ。奇跡の後は危機なのか。なかなかうまくいかないもんだな。ことの発端は2009年に新民主主義党から、全ギリシャ社会主義運動へ、政権が交代した時よ。なんと旧政権は財政赤字を隠蔽していたことが分かったの。なんだって。これは大問題だって、私でもわかるぞ。内容は財政赤字が GDP 比で、5% 程度とされていたんだけど、実際は 12.7% だったのよ。約3分の1になっていたのか。計算が合っていないわ。約2分の1よ。これを受けて新政府は、財政健全化計画を発表したわ。だけど、この計画も経済成長率において、楽観的な内容だったため、ギリシャの国債が格下げされることになったの。楽観的な内容って、なんでもっと真剣に考えなかったんだ？憶測でしかないけれど、どうにかなるって思っていたんじゃないかしら。財政危機に陥ったギリシャに対して、EU は金融支援を決定したわ。だけど、支援する代わりに、ギリシャに増税、年金改革、公務員改革、公共投資削減、公益事業民営化など、厳しい条件を提示したのよ。いろいろ制約があるんだな。でも支援してもらうからしょうがないのか。そうね、ギリシャはこの条件を受け入れたんだけど、国民負担が大きくなってしまったから、景気も大きく落ち込む結果になったわ。各国の協力もあって、ギリシャは危機を乗り越えたんだけど、苦しい状況がまだまだ続いているわね。第8位、フィリピン。次は第8位の発表よ。デケデケデケデン。第8位は、フィリピンね。フィリピンは、果物が美味しいイメージなんだぜ。マンゴーとか、パイナップルね。フィリピンは東南アジアに位置していて、7641の島々がある島国よ。そのうち有人島に暮らす総人口は1億人を超えるわ。7000超えの島でできているのか。びっくりしちゃうんだぜ。フィリピンの経済が発展したのは、アメリカから独立したことがきっかけね。独立した後は、各国との外交関係を築き、発展の準備を行っていったわ。その後ガルシア大統領が掲げたフィリピン優先主義によって、経済がどんどん発展していったのよ。1950年代には、経済成長率が、年平均 14.5% に達したわ。その当時アジアで最も成長しているのは、フィリピンだと言っても過言ではなかったのよ。とんでもない成長だったんだな。だけどその後、フィリピンの経済の成長は鈍化していくわ。一体何が起こったんだ？一部の富裕層が、土地を買い占めるようになったり、独裁政権によって貧困が広がっていったのよ。だから、国全体が裕福になっていくというよりは一部の人だけ豊かになり、あとは貧しい暮らしをするという、悪循環ができてしまったのよ。うおう、なんて悲しい出来事なんだ。
ジャイアンみたいなやつが、どんどん増えてしまったのか。そしてさらに悲しいのは、どれだけ頑張っても、貧困から抜け出すことができない社会情勢よ。どういうことなんだ？例えば、貧困層で生まれた子供は、どんなに才能があっても教育が受けられないため、親の仕事を継ぐしかないの。抜け出すチャンスももらえないのか。もどかしいんだぜ。さらに働いたとしても雇用形態が、資本家や経営者側に有利なシステムなのよ。そうなのか。フィリピンでは短期契約が一般的で、新卒でもまずは半年の契約、優秀ならば契約が更新され、それ以外は打ち切られるのよ。経営者にとったら優秀な人材だけを確保できるシステムよね。だから、明日の生活がどうなるかわからない人がたくさん出てきているのよ。半年は短すぎるんだぜ。国は何か規則を決めていないのか？実は法律的には、労働者の方が守られているの。だけど、それがあまりにも細かく設定されているから、雇用主が長期的な雇用を躊躇してしまうの。へえ、法律が逆効果になることってあるんだな。このようにいろんな要因が重なって、フィリピンの経済は停滞しているのよね。第7位、トルコ。さて、次は第7位よ。デケデケデケデン。第7位はトルコよ。トルコと言ったらトルコアイスだよな。あのビヨーンと伸びるアイス、もちもちしていて最高なんだぜ。渡すまでのパフォーマンスも楽しいわよね。トルコは西アジアに位置するアナトリア半島と、東ヨーロッパに位置するバルカン半島東南端の、東トラキア地方を領有する共和制国家よ。トルコの最大の産業は農業で、穀物や果実、野菜を多く生産してきたわ。近年は製造業も発達し、特に自動車産業は、ルノー、トヨタ、ホンダなど、大日主力企業が現地で生産を行っているのよ。へえ、そうなのか。ここまで聞いていると、農業も、製造業もうまくいっているし、貧乏って感じがしないぜ。いやいや、結構深刻よ。そうなのか。1990年代後半から経済は低調で、政府は巨額の債務を抱え、国民は急速なインフレに悩まされたわ。インフレ？流行り病でも流行ったのか？それはインフルかしら？インフレはインフレーションの略で、物の値段が上がり、お金の価値が下がっていくことよ。歴代の政権はインフレの抑制に失敗し、2000年には国際通貨基金の改革プログラムを受けるまでに至ったわ。物価が上がり続けるのはしんどいな。あれ？物価が上がり続けているのって、今の日本もそうじゃないか？その話は後でしましょう。トルコのインフレは今も続いているわ。2021年初めに1ドル7リラだったのが、同年12月には一時期18リラ台に。簡単に言うと、お正月のお年玉を、年末に使おうと思ったら、半分以下の買い物しかできなくなってしまったということよ。それは涙ちょちょぎれもんだぜ。どうして、そんなにお金の価値が下がっちゃったんだ？それはね、ちょっと難しい話になるんだけど、中央銀行が利下げを繰り返したからよ。利下げ？普通は物価の値段が上がってきたら、市場に出回るお金を少なくするために、利上げを行うの。利上げ？ああ、マリサがショートしてきちゃった。じゃあ、これだけ覚えてほしいの。利上げをすると物価が下がる。利下げをすると物価が上がる。はい、繰り返してみて。利上げをすると物価が下がる。利下げをすると物価が上がる。私気づいちゃったぞ。物価が上がっているのに、利下げをしたのか？だとこの言葉に沿ってないじゃないか。そう、その通りよ。トルコの中央銀行は2021年9月から12月までの4ヶ月間利下げを実施したの。この常識破りな政策で、トルコリラは大暴落したのよ。なんでそんなことをしたんだ？それが、合理的な理由が見つかっていないの。はぁ？謎すぎるんだぜ。最近ではトルコ人にとってなくてはならないチーズがお肉よりも高くなって、ますます苦しい生活が続いているわ。第6位、キューバ。次は第6位よ。デケデケデケデン。第6位は、キューバね。カリブ海のアンケル諸島に位置しているわ。キューバは1959年までは、サトウキビを中心とした農業国で、観光業も盛んだったのよ。そのおかげで、一人当たりの GDP もアメリカ大陸内では高い国だったわ。サトウキビって砂糖の元になる植物だったよな。そうそう。でも1959年にキューバ革命が起こり、キューバは社会主義を宣言したわ。社会主義ってなんだ？社会主義は、土地や企業などを国で管理することよ。貧富の差は生まれないけれど、経済の発展が遅れることが難点ね。なんで社会主義の国を作ろうと思ったんだ？誰もが教育、医療を無償で受けられる、貧富格差のない社会を作りたかったのよ。ほうほう、それはいい志だぜ。でもそれを行うことで、アメリカを怒らせてしまったわ。どうしてアメリカが絡んでくるんだ？革命が起こる前、キューバの産業は、
アメリカが管轄していたの。それで革命が起こって、膨大な資産をキューバに奪われてしまったから、アメリカは激おこぷんぷん丸よね。おう、久しぶりに聞いたんだぜ。だからアメリカは、内部から体制を崩壊させようと、1961年に国境を断絶したわ。断絶だって？なかなか厳しいな。この制裁は長年続いて、キューバは鎖国状態になったのよ。2016年のオバマ政権で制裁緩和となり、やっと米国との関係が改善されてきたけど、もう50年くらい鎖国状態だったから、産業は育っていないし、インフラや、工場設備の老朽化もひどかったし、自動車も1950年代のものが溢れていたわ。なんだかそこだけ時が止まったようだな。そしてトランプ政権に代わると、あの時の緩和政策は間違いだったと宣言し、またまた制裁を強化し始めたのよね。うおん、振り回されてかわいそうなんだぜ。だから経済はまだまだ厳しい状況だと言えるわね。第5位、イラク。お次は第5位ね。デケデケデケデン、デンデン。第5位は、イラクね。イラクってよくニュースで取り上げられるところじゃないか？そうね、イラクの貧困は主に戦争が原因で起こっているわ。まずは国の位置なんだけど、中東に位置する連邦共和制国家よ。イラクの経済を支えているのは、なんといっても石油よね。石油か、石油王になって大金持ちになりたいと、誰しも一度は思ったことあるんじゃないか？私は石油王の何番目かの妻になって、悠々自適に暮らしたいと思っていたわ。なるほど、妻という立ち位置もあるのか。盲点だったぜ。そんな感心していないで話を戻すわね。イラクの原油埋蔵量は世界で3番目なのよ。経済でも石油輸出が、財政に占める割合が9割以上にも上るわ。じゃあ、石油がなくなったら、イラクは大ピンチじゃないか。そう、だから戦争が多発しているの。1980から1988年まで続いたイラン・イラク戦争は、ペルシャ湾岸の石油資源をめぐって勃発したわ。イラン・イラク戦争の後はひどかったのよ。国土は荒れ果て、国民は職を失い、多額の借金を持ち、挙句の果てには、深刻な飢餓、食料問題を抱えるようになったわ。それは辛いな。やっぱり戦争は、いろんなものを失うんだな。それでも懲りなかったのよ。まだ戦争するっていうのかい。1990年には隣国のクウェートに侵攻し、国連から厳しい経済制裁が課されたわ。そしてこのクウェート侵攻をきっかけに、国際連合軍型国籍軍の派遣を決定し、1991年には湾岸戦争が起こったのよ。辛いんだぜ。この戦争のおかげで、イラク国内のインフラや公共施設などが破壊され、人々は生活に困り果てるわ。じゃあ今はどうなんだ？まだ戦争をし続けているのか？2011年にオバマ大統領が、イラク戦争の終結を宣言したの。その後2014年には、過激派組織がイラクを支配して、3年ほど戦争になったけど、今は治安がある程度落ち着いて、大型のショッピングモールや、高層ビルの建設が進んでいるのよ。第4位、スペイン。次は第4位よ。デケデケデケデン、デンデンデン。なんかドラムロール増えているような、気分で足しているんだぜ。まあいいけど、第4位は、スペインよ。スペインってパエリアが有名なところだよな。さすが食いしん坊マリサね。スペインは南ヨーロッパのイベリア半島に位置しているわ。1986年に欧州連合に加入したスペインは、他の加盟国を追いかけるように、経済が発展していったのよ。特に1990年代後半から、不動産業や建設業が盛んになり、GDP の成長率は平均 3% を上回る、好調っぷりだったわ。まさにバブル経済ね。ほう？これはじゃんじゃんお金が回りそうだな。あれ？バブルって日本でもあったって聞いたことあるような。なんだよ急に黙り込んで。とまあ、スペインのバブルは、数年で弾けてしまったのよね。失業率は爆発的に増加し、一時は 30% 近くになったのよ。どれくらいすごいかっていうと、日本の失業率はだいたい 3-4% よ。そんなに違うのか。現在は 15% ぐらいで落ち着いているけど、現状、定職に就いている人は少なくて、20代の失業率は約 50% だそうよ。20代って一番働き盛りじゃないか。この年代でその数値って、マジでヤバいんだな。そんな状況でも政府は、効果的な対策を打ち出せていないから、市民の不満は高まるばかりで、抗議デモや、ストライキもたびたび起こっているわ。経済を立て直すのには、まだまだ時間がかかりそうね。番外編、日本。さあ、いよいよ上位3位の発表に、ちょっと待った。何よ、霊夢、マリサちゃんは名探偵だから気づいちゃったんだぜ。どうして日本の話題が出ると、話をそらすんだ？それは、まさか日本も貧乏になってしまった国なのか？なあ霊夢、どうなんだよ。まあ、後で話すといったものね。
結論から言うと、日本は貧乏になったというにはまだ早いと思うわ。でも、あれ？日本やばくない？という風潮は流れているわね。うおお、そうなのか。日本は終戦後から経済が成長し始めたわ。GHQ が主導になって、生活救済資金、産業復興資金を提供してくれたの。そのお金を元手に、農地改革、財閥解体、労働組合の活動支援を行い、日本の経済の復興を支えたわ。へえ、アメリカが助けてくれたんだな。その後いわゆる高度経済成長期が来るわね。お、その単語は私も聞いたことあるぞ。高度経済成長期は、1955から1973年までの19年間を指しているわ。この時日本経済は年平均で 10% の成長を続けたのよ。この成長が世界をびっくりさせたんだな。この時期にまず起こったのが、技術革新よ。自動車、電気機械、化学、造船業などのメーカーが、海外から新しい技術と設備を取り入れ、会社の規模を拡大し始めたわ。家電業界も市場を拡大したわね。ここでクイズ。クイズか。バッチコイなんだぜ。この時代の、家電三種の神器は何でしょうか。そうだな。わかったぞ。低温調理器。ホームベーカリー。ホットプレート。ちょっと。どれもあったら便利な調理器じゃない。あれ？正解は、冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビよ。こういった家電も買えるくらい、生活基準が上がっていったのよ。金融業も、成長を続ける企業を、力強く支えたわ。そして、1964年には東京五輪が開催。東名高速道路や、東海道新幹線が開通されるなど、景気が高まる出来事が次々に起きたのよ。1968年には国内総生産がアメリカに次いで、2位に躍り出たわ。大アメリカに支援されていた日本が、追いつきそうなんだぜ。だけど、1991年、バブル経済が崩壊した後、平均経済成長率は 0.7% まで落ち込んだわ。ええ、そんなに落ち込んでいるのか。実は今もいろんな国に追い抜かされているのよ。日本、韓国、台湾を比べると、2012年時点で国内 GDP の数値が、日本は、韓国よりも 1.9 倍、台湾の 2.3 倍だったの。だけど、2013年に異次元金融緩和が導入されて、円安が進んだわ。その結果、2020-2021 年韓国、台湾の GDP 数値が日本と変わらなくなってきたのよ。追い抜かされるのも時間の問題ね。日本大ピンチなんだぜ。あと、日本に外国人観光客が増えたことも、日本が貧しくなった証とも言えるわね。どうしてだ？日本の素晴らしい文化を見るために、旅行に来ているんだろ。それももちろんあるわ。だけど、日本で旅行や買い物が安くなったため、行くということでもあるのよ。ガーン、その認識はショックなんだぜ。安いから来るって、なんだか買い叩かれているような。2022年に急激に円安が進んだことで、様々な指標で、日本の国際的地位も下がっているのよね。日本やばいんだぜ。これからは、個人の稼ぐ力が重要になってくると思うわ。第3位、ナウル。じゃあ、ランキングに戻っていくわね。第3位は、デケデケデケデン。第3位は、ナウルよ。ナウル？初めて聞く国なんだぜ。あんまり馴染みのない国よね。でも、ここの経済はなかなかに特殊だったの。どんなことが起こったんだ？ナウルは、オーストラリアとハワイの間、太平洋の南西部に位置しているわ。古来は漁業と農業に専念し、つつましく生活していたんだけど、1888年にドイツの植民地になってしまうわ。ふんふん。そして、植民地になって間もなく、この島全体が、リン鉱石でできていることが分かったのよ。リン鉱石？肥料の原料になる鉱石よ。第二次世界大戦が終わると同時に、ナウルは独立を達成したの。そうすると、リン鉱石採掘による、莫大な収入が国民に還元されるようになるわ。うおう？なんかすごそうなんだぜ。もうそりゃあすごい生活だったのよ。医療費、学費、光熱費、税金もタダ。税金もタダだと。その上生活費まで支給され、新婚さんには一軒家をプレゼント。そして、リン鉱石の採掘は、外国人労働者に任せることで、国民は全く働かなくても、生きていけるようになったわ。実際、国民の 10% は公務員で、あと 90% は無職だったのよ。そんなことが現実にあったのか？まるでユートピアじゃないか。夢のような時代よね。この夢のような時間は30年ほど続いたわ。さ、30年もか。じゃあ、生まれてから30歳になるまで、一度も働いたことがない人がいたのか。ひえー。恐ろしすぎる。ね、衝撃的よね。食事はほぼ 100% 外食に頼るような生活だったから、全国民の 90% が肥満、30% は糖尿病と、世界一の肥満と、糖尿病大国になったわ。怖すぎる。私よく働かずに暮らしたいと思うけど、実際にそうなったら、こんな風になっちゃうのか。
そして、この夢のような生活は幕を閉じるわ。なんなら20年も前から、銀鉱石は枯渇するだろうと予測されていたのに、人々は何一つ対策も立てず、努力もせず、ただ日々を過ごしていったのよ。そして、21世紀になる頃には、銀鉱石がほぼなくなってしまったわ。ああ、とうとう。何十年も、銀鉱石の販売だけで生きてきた人々は、働くことを忘れてしまったの。だから、焦して働こうとはせずに、どうやったらこれからも働かなくて済むかを、真っ先に考えたのよ。もう、これは病気なんだぜ。なんとか収入源を確保しようと、海外の不動産投資などに手を出すけど、今まで投資なんてやったことないもの、うまくいかないわね。結局ナウルは、先進国からの援助を受けないと、インフラすらも維持できない国になってしまったわ。働かないっていうのは、考えることもやめてしまう、恐ろしいことなんだな。第2位、ベネズエラ。さて、次は第2位よ。デケデケデケデン。第2位は、ベネズエラよ。聞いたことはあるけれど、あんまり馴染みはないんだぜ。ベネズエラは、南アメリカ大陸北部に、位置する連邦共和国国家よ。ここも石油が取れることから、南米の大国として発展していったわ。ほうほう、やっぱり石油が取れると違うんだな。だけど、チャベス前大統領が誕生してから状況が一変するわ。反米色を鮮明にし、社会主義政策に転換したわ。あれ、社会主義って経済が発展しにくいんじゃ。そうよ。よく覚えていたわね。だから、石油会社を国営化しようとして、一部の層から、すごい反対を受けるんだけど、強行突破してきたの。すごい、頭のいいガキ大将みたいだ。チャベス大統領には、カリスマ性があったからね。だけど、チャベス大統領が亡くなった後就任した、マドゥロ大統領は、残念ながらカリスマ性がなかったわ。だから治安や経済状況が悪化し、国民の不満は高まるばかりだったのよ。うお、不穏な空気が高まるんだぜ。そして運の悪いことに、就任翌年に、収入源だった原油価格が暴落し、石油を扱う会社に、石油産業の経験がない軍関係者を起用してしまったから、産油量はチャベス政権の時と比べて、3分の1まで減少したわ。うわぁ、かわいそう。経済は一段と悪化し、2019年の見通しでは、インフレ率は1000万パーセント超え、失業率は 40% 超えの予想が立てられたの。政府や国営企業の債務は、ロシアの貸し付けで対応しているし、中国からも借り入れを行っている状態よ。もう自分の足で立てなくなっちゃったんだな。第1位、アルゼンチン。さあ、栄えある第1位の発表ね。デケデケデケデン。第1位は、アルゼンチンよ。アルゼンチンはサッカーのイメージだぜ。確かに強いわね。そして経済はなかなかにヤバいわよ。そんなになのか。1816年にスペインから独立してから、8回デフォルトを経験しているわ。デフォルト？なんじゃそや。デフォルトとは、国が借りたお金の利子や、元本が返済できない状態のことよ。へえ、国が借りたお金を返せないのか？しかも8回も、超絶怒涛、爆裂ピンチだよな。語彙が突っ張りみたいになっているわよ。何がどうなってそうなったんだ？アルゼンチンは1930年代まで、世界5位の経済大国で、南米の真珠と言われているほどだったわ。南米の真珠。響きがめちゃくちゃいいな。あとヨーロッパの人々が、家政婦や職場を求めて、アルゼンチンに出稼ぎに行ってたのよ。出稼ぎの人たちを、雇えるくらいお金があったんだな。こんなに栄えていたのに、何が起こったんだ？アルゼンチンが衰退してしまったのは、ペロニズムと呼ばれる、福祉ポピュリズムの結果のせいね。ペロリズム？お腹いっぱい食べろってことか？それはマリサ自身の政策ね。ペロニズムの核心は、政府は国民が望むことを、ほぼ無償で施すことよ。それって、国民にとってはいいことだよな。でもマリサ、国民は無償でも、それを賄うお金は税金でしょ。あ、そうか、結局負担が大きくなるのか。今まで出てきた国もそういう国があったよな。あら？優秀だわ。ちゃんとお話聞いているじゃない。でへへ。その当時の国民は、何でも無償に、という声が多かったのよ。だから政府もそれに従って、政策を進めていたんだけど、結果的に生産性は低下し、無償をカバーするために、より多くの税金を、納めなければならなくなったわ。巡り巡って、自分に返ってきたって感じだな。だから、資金不足を解決するために、通貨を引き上げたんだけど、同じ時に物価も上がってしまって、悪循環が続いたのよ。その後も慢性的な財政赤字とインフレ、階級対立、腐敗に苦しんでいるわ。そして2002年に国家破綻を迎え、現在は、外債1420億ドル、失業率 18%、国の危険度世界一位という不名誉な称号を抱えているのよ。無償って、怖いことなんだな。一人一人が自分の足で立つ。ここまで聞いてどうだったマリサ。
貧乏になってしまったのには、ちゃんと理由があることがわかったんだぜ。あと、無償って言葉が、ちょっと怖くなっちゃったな。国が助けてくれると分かってしまうと、人間って動かなくなっちまうんだな。そうね、ちゃんと自分で考えて、自分の生活は自分で守ることが大切ね。みんなは今回の動画を見てどう思った？ぜひコメント欄で教えてちょうだいね。ご視聴ありがとうございました。